で、特技が暗記力があると。はい。すごい。あ、なんかここでなんか言えたりとか、うん、披露できる暗記力の。そうですね、円周率を50桁言えます。え、マジか。ちょっとうまい、言ってもらっていい？いいですか。うん。3.14159265358973238463383297950288419719719375110、後でご確認ください。うわすごいな。あ、スタッフの人が見ながら合ってんの？あ、見てくれてる。あ、すごい、すごいな、完璧や。いやでもうちの西川くんも負けてる。何がいな、イケメンになんか太鼓できるの。何がいな、何がいな。あ、じゃあ、いや僕もサッカー好きなんですよ。あ、ですか。僕はサッカーの審判の免許持ってますし、S4 級と F4 級フットサルも持ってまして。西川くんはプレーはできないんですけど、好きだからこそ好き、でも負けてるで、これ知識でなんか勝てる。わかります。じゃあ僕も最近暗記物ありますんで、はい、J1 の18チーム、今2015年、はい、18チーム、はい、普通に言うてもあかんやんか。気絶しながら言います。あ、西川君にしかできない気絶の仕方。気絶しながら18チームね。それちょっと何秒以内とか、なんかダラダラ言ってたあれですから。30秒以内で言います。30秒以内。あ、30秒以内。じゃあ数えといてもらいましょう。いきますよ。じゃあ西川気絶しながら、はい、あ、スタンバイに入るか。いきますよ、はい、18チーム30秒以内で言いますよ。じゃあお願いします。ベガルド戦隊、モンテネマダカ、シマンタラズ、カシワ…いやいやいや、西川くん、ハイキングウォーキングさんお願いします。いや、ほんまに言えるの？失敗したの？言える、もう一回行こう。って噛んでもうて、いきなりベガルド戦隊から。緊張してんな。そう、緊張するよ、こんなん。なかなかないから。でも実家ね、もう森くんが成功したから。そうやん、もう。やプレッシャーかけんといて。じゃあ行きますよ、J1 のチーム、18チーム、30秒以内で言いますね。はい。気絶したから言ってよ。行きます。ベガラ全体、モンテネマダカ、鹿島アントラーズ、カセオレッズ、浦和レッズ、FC 東京、川崎フロンターレ、横浜レッズ、湘南ベルマーレ、バンホールコール、松本山雅、アルビレックスの方、清水エスパルス、名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ、でも3月突。おーすごい。これはすごい、あ、違うね。いや、みんなわからない。僕は存じないんですけど。なんでやねん。なんで森くん分かってくれへんの。俺のスタッフはええけど。俺スタッフの人も森くんの時は調べてたけど。そうや、なんで調べてくれへんの。 J1 のチーム出せや、携帯で。出るやんか、18チームぐらい。興味なかったんだよ。まあまあね、まあね、西川が言ってるだけやと思いますけど。違う違う、確認できてんの。俺嘘言ったんちゃうで、ほんまにちゃんとモンディベガの前回とか出てますから、ちゃんと見てください。やってますからね、18チーム、はい。ちなみに美容も毎日化粧水と乳液つけてる。はい、うん、これはまあ普通の方もつけてると思うんですけど、乾燥しないように。なるほど。今後のためにつけてます。なるほどなるほど、はい、そうなんですね。いろいろ気ぃつけて、忙しいな。勉強もして暗記して。でファッションに関して気にしてること、シルエットは基本アイラインか V ラインになるようにしています。そうですね。え、どういうことそれは。あのアイラインも V ラインもどちらもあの足を細く見せるファッションだと思うんですけど、うん、ほうほうほう。ほぼスキニーパンツなど結構細身のパンツを履くのが好きです。いや、スタイルがさ、バツ。ちょっとこれ立ってもらってできる。今立ってすごいな。ちょっと見えにくいか。いやいや、まあまあでもスタイル、すごいすごいスタイル。なんか着こなしてるって感じやもん。こう中にそのニットの下に何か着てる。ニットの中ですか、うん、ニットの中まあ、ちょっと T シャツが1枚。なるほど。汗かいた時のために。あー、なるほど。爽やかい。顔もちっちゃいもんね。顔ちっちゃい。何等身なんやろ。あ、座っていただいて結構。 ありがとうございます。はい、バレンタインチョコ今年なんかもらいました。今年は、大阪のおばあちゃんから1個と、母から1個と、近所のおばさんから1個3個ももらいました。ほんまか。ほんまか。もっともらってそう。嘘やろ。100万個。交渉の業者じゃないのかさ。はい、そんな、そんな3つしかもらったんやの。特定の女性とかファンの方とか。今年あの国家試験が2月の7、8、9だったんですけど。ああ、大変や。もうその後とか結構卒業旅行とかで日本にいなかったので。なるほどなるほど。そうやね。いや、もともともらえないですけど僕は。ねえ、せっかくですからね。まあ、ね、ということで今日は今回この男性ゲスト森ひかり、ひかるくんを迎えまして、ね、男目線で女子力を検証する1時間をお送りしたいと思いますので、はい、はい、BP ガールズのお二人学んでくださいよ。学びます、はい、よろしくお願いします。で、早速この森くんのプライベートな写真を、はい、
見ながらですね、この森君はどんな人物かというのを探っていくためにですね、うん、ブログとかツイッターに一回も出していない写真を持ってきてもらいました、うん、はい、ちょっとハードル高いですが、はい、見ていきましょう。1枚目こちらです。ほら、ピシャンの里。そうですはっきり間違えるあれですよね、佐藤さんがこんなに言いますもんね記者の佐藤ですよね。本当だ。なんで？ちょっと分かんなくなっちゃった。ピザのシャトー。シャトー。ピザのシャトーです。ピザのピザね。ピザ。ピザのシャトー。佐藤って言ってます。これはですね、去年の夏くらいに、うん、ポーランドのワルシャイカ大学と言いまして、はい、白い巨塔のロケ地にもなったところなんです。そこの病院に、約1ヶ月ほど実習させていただきまして、そんなするんや。その帰りにやっぱこのまま帰ってもあれなんです、うん、ということで医学部の友達とイタリアの方に行きまして、なるほど、はあはあ、ピザのシャトーを支えているという、はい、3人で支えてるってことです、はい、写真のちょっと後ろの方にも結構支えてる人がいるんですけど、うんうん、まあ、あ、角度が違うから、はい、あ、前の人のカメラで撮ってるから、はい、やっぱ角度が違うから支えてるようには映らへんねや。この辺一帯は100人くらいがみんな行為してるんで、あ、なるほど、はい、とても奇妙な光景が広がっています。はあ、え、あのサッカーのユニフォーム着てサングラスかけたのが森くんやんな。あれ見えないんですけど、AC ミランの本田圭佑選手のユニフォームを着て。あ、なるほど、はい、こだわってんや。でもこの時本田さんは日本代表の合宿で、まあ、イタリアにはいなかったんです。オーストラリアか、アジアカップの時。あ、そうです。あ、はい、なるほど、すごいいいですねこれね。楽しんでますね。